皆さんこんにちは、ワインの人でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。と、本日飲んでいくワインはこちらでございます。コフのソービニョンブランでございます。はい。で、ですね、なんかね、ずっと大丸シリーズが続くんですけど、まあね、まあ、たまにはいいじゃんって、たまにはいいじゃんって、まあいいんですけど、あの、トフ、これもね、あの、この間、行ってきました、大丸のね、世界とチーズ店みたいな、世界のワインとチーズ店みたいな、やつでですね、買いました。はい。トフのソービニョンブラン、税込みで2624円でございます。はい。でね、これがね、ほんと好きなんですよ。僕ね、ほんと新世界で、これちなみにニュージーランドの、ソービニョンブランなんですけど、超好きなんですよね。このニュージーランドのね、ソービニョンブラン。もともとね、ピールオートジャパンさんの、すごいおすすめしてるそのソービニョンブランで、ホワイトヘブンっていうのがね、あるんですけど、それがね、めちゃめちゃうまかった。で、そこから、こう、ニュージーランドのね、ピノノワールが好きで、ちょいちょい動画でも紹介してるんですけど、トフ。これがね、安くてうまいんですよ。でね、これのね、トフの、まあ、一個、そのバージョンが低い、セカンドになるのかな。まあ、グレードがちょっとね、一個、低いやつはもしかしたら動画で紹介したかもな。まあ、してないかもしれないんですけど、っていうぐらい結構飲んでまして、今回はそのトフの、まあ、通常版といいますか、まあ、グレードが、ね、普通の、ソービニョンブラン飲んでいきたいと思います。もうね、夏というかもう暑くなってきたんで、私はまだゴールデンウィークのね、真っ只中でございますのでね、もうそんな日はですよ、ちょっと暑くなってきたし、なんかもうね、結構冷え、ちゃんと冷えたこうソービニョンブランをね、いただこうじゃないかという、もう贅沢の極みでございますよね、本当に。はい。はい、ね。こんな感じで。はい。いや、色はね、すごい透き通ってますね。すごく薄い感じがしますね、やっぱりね。はい。色はこんな感じです。カメラのね、ピントの調子がいい時とね、悪い時があるんでね、困ったもんですよね、ほんと。で、香りがね、ああ、もう、ソービニョンブラン、もう草原ですよ、草原。もう、モンゴルの草原、行ったことねえけど。すごいね、もう、地平線まで広がる、この、草が生えた、こう、大地、草原をね、なんだろう、もう、風、馬を乗って駆けていく蛾のごとくの、この、爽やかさと、ね、なんだろうな、フレッシュ感、爽快感、もう、爽快感ですよ、本当に。もうな、ストロングフラッシュみたいな。何でしたっけ、あの CM ね。まあちょっと好きなんですけど、ストロングゼロみたいなね。ストロングゼロではないんですけど、あれぐらいこう弾けてる感じというか、なんかなんだろう。その爽快感というかね、もう水浸しになってるような、感じがしますけれども。はい、飲んでいきます。いやもうこの青草の感じがね、すごく好きなんですよね、ソービニョンブラン。実味もたっぷりというか、でもね、そのレモングラスみたいな感じですね、ほんと。なんかレモン、シトラス系のね、感じが強いんですよ、ニュージーランドのね、ソービニョンブランって。もうしかもフレッシュ、爽やか。もうね、ソーダ入れて飲みたいぐらい。それしたら怒られますけど。っていうぐらい、ほんと爽やか。もうスパッとね、暑い夏はもうニュージーランドのソービニョンブランでもう決まりだよっていうぐらい、ほんと爽やか。マジでうまいっすよ。ほんとに。ほんとうまいっす。なんかね、もう、イメージさっきの通りなんですけど。でもなんかね、夏っぽい。非常にやっぱ夏っぽい。なんでやっぱり、草原ではあるんですが、でもなんか夏のビーチって感じでも、ああ、でもなんかな、草原というよりか、これはなんか、夏のビーチに近いかもしんないですね。はい。なんか沖縄とかね、ハワイでもいいかもしれないですけど、その常夏のハワイというよりか、ちょっと涼しいハワイというかね、わかりますかね、結構
温度差がね激しかったりするんで、ハワイとかね、でその日中は暖かいんですけど夜になるとすごい寒いんですよ。もう半袖ないとちょっと凍える、風邪ひいてしまうぐらいなんですけど、なんかねちょっと涼しいハワイの海辺みたいなね、朝なのかなそんな感じがねしますね、うん、でもやっぱトロピカル、ほんとトロピカル、うん、素晴らしい。いやもう夏ですよ、ほんと夏に飲むのにねふさわしい、うん、早朝のハワイって感じですかね、うん、素晴らしい。ハワイもね最近行ってないんですけど、数年も何年前だったかな、5、6年前に行ったんですけど初めてね。いやすごいやっぱ良かったですね。その時はねホノルルマラソンにこう参加するために行ったんですけど、楽しかったです、はい。ホノルルマラソンってあれ制限時間ないんですよ、あの足切りタイムがね。なんで初心者の人に結構おすすめだったりするんですよね。僕もねその時走った時はすごくちょっといろいろ調子が悪くて7時間ぐらいかなかけて走ったんですけど、普通はね4時間半とかで走るんですけど、まあでもねそれ以上でもっとゆっくり歩いてた人もいますし、一人ねホノルルマラソンでねなんか丸太をこう抱えてね歩いてる人がいましたね。もう健康マラソンなんでね、ホノルルマラソンでその制限時間がないんで別に何時にゴールしようがいいんですよ。さすがに1日だったら怒られはしないですけど、なんで全然自由にゆっくり行っていいんですけど、そんな中そのゆっくり行くなんかね鍛えてるのか分かんないですけど、こう丸太を背負ってねこう一人でこう黙々と歩いてるねおじさんがいましたけど、あのおじさんがゴールできたかのかどうなのかはね知らないところでございますが、うん、まあそんなねハワイをこう思い出させるような、うん、感じですね、うん。でなんかね今だったらその行ったことある海外っていうのが数少ないんでね、ハワイとかグアムとかまあ行ったことありますけど、じゃあタイとかプーケットとかねカリブ海とか行ったことあるのかって言ったことないんで、こうねあこのワインってこんなイメージというか、あそこで飲んだらうまそうだなっていうのがね、こう旅行をたくさんしてるとやっぱり頭の中でねこう浮かぶんだろうなって思いますね、うん、うまい、最高です、はい。2600円ですかね、税込みでね。ニュージーランドのソーヴィニヨンブランって結構ね、まあ、安いものは2000円台、2000円前半ぐらいで買えるんですけど、そんなね、めちゃめちゃうまいっていうものもなかったりするんで、2600円でこの味だったらね、お買い得かなと思いますし、3000円とか3500円、ホワイトヘブンが確か3500円ぐらいだったんで、まあ、それぐらいで超えてくると、まあ、もうちょっとリッチというか上品な味わいになってくるんですが、まあまあこれ2600円のこれだったらねいいんじゃないっていう感じですね、うん。でですよ、今日はね、まあ、豆腐の紹介もそうなんですが、そのいよいよねここのこう棚にねこれね、はい、いろいろちょっと買いまして、で何買ったかというとね、結構やっぱ後ろにもねこうアルチンボルドさんが飾られてますけど、最近になってね本当にこう美術品というか絵画がすごく本当に好きになって、それ前までずっと見てたんですよ、ずっとね、いつぐらいだろう、最初の頃は本当5、6年前というか、まあ、でも暇があればなんかやってたらこう見に行ってて、その代理店とかも行きましたし、最近やってるねルドン店とかも行きましたし、古いもので言うと2015年に開催されたマグリット展にもね行ったりしてますし、なんか子供の頃からこう芸術に触れる機会っていうのはあって、絵画をね見るのは結構好きだったんですよ。で最近こうね何回もこう行ってると本当にどんどん好きになってきて、最近ではすげえゴッホがね、すごい好きで、まあ、東京でやってるやつはもう全部見に行ってるんですけど、そうするとねやっぱこういろいろ図録というんですけどね、こんなんですよ。これ前その今もね、今もやってるとかもうすぐ終わるんですけど、ルドンさんっていうね人がいまして、最初はすごい白黒のね気持ち悪い絵ばっかり描いてたんですけど、途中からねすごい色彩に目覚めて、美しい絵を描き始めるようになった人なんですけど、すごいその
この人が最初の方の作品ね、こういうあの怖いね、怖いというかなんかお化けみたいなね、絵をこう描いてるんですけど、こうね、色彩にこう何歳ぐらい、結構おじいちゃんぐらいになった時にこう色彩をこうね、ちゃんと色を使うようになって、いろんなね、すごいあの色を使うようになったりとか、あと私がね、一番好きなのはね、このグランブーケっていうね、この図録にこう記載もされてるんですけど、こうね、ダンダンと、はい、これね、グランブーケっていうね、すごい綺麗な花の絵があるんですよ。これがね、もうすごい好きすぎて、ポストカードも買いましたし、ポスターも買いましたし、すごい良かったんですよ。で、まあこれきっかけじゃないんですけど、普段僕その美術展とかなんとか展とかね、行ってもね、こういうその本、図録ってのは買わないんですよ。だって、あの、邪魔じゃんみたいな。このデジタルの世の中で本買って何よみたいな。あの感じで、小説とかもね、Kindle とかでも全部買っちゃうタイプなんですけど、初めて、そう、買ったら、やっぱすごい良くて、やっぱその、ポストカードでもいいんですけど、やっぱこう、大きいサイズで詳しく見たいじゃないですか。なので、こう買ってね、見返したいなと思った時、こう、すぐ見返せるっていうのがいいなと思ってて、はい。なんで、あ、これはね、図録は買うべきだと思いまして、今、過去行ったやつを、こう、ヤフオクでね、探して、こう、ダリテンとか、マグリットとかね、いろいろこう、探してるんですよ、昔行ったやつ。北斎のやつはね、ちっちゃい北斎漫画みたいなのを買ったんで、まあ、それでいいかなと思ったんですけど、これすごく、やっぱ大事だと思いました。うん。これはね、図録はね、買った方がいいです。で、過去その日本でこうかなんかやったそのなんとか店とかの図録が欲しいなと思ってそのヤフオクで探してたらめっちゃその安く売ってるというか、まあなんか引っ越しとかでね、こんなのがさ山積みにあってさ、なんかもう大体もう見飽きたらさ、あ、なんか引っ越しの時邪魔だな、誰か引き取ってくんねえかなとか思うじゃないですか。絶対そういう人いるだろうなと思ってヤフオクで探したら偶然に結構いて、手当たり次第にこう購入したんですよ。でその中でね、その僕がこう大好きなゴッホのね、はい、ゴッホ展のね、2005年にやったやつですよ。これでね、僕これ一番好きって言っても過言ではない、夜のカフェテラスっていう絵なんですが、それのこう図録もね、購入することができました。はい。なんでね、あ、これいいな、なんかヤフオクっていいなって思ってですね、今手当たり次第に本を買っては、こうどんどん注文していってる。でね、僕もこうすごい前行ったダリ展なんですけど、これはね、ダリがね、1992年にダリ展をやったやつなんですけど、あ、俺の好きなダリいっぱい載ってるかなと思ったらね、載ってるのがほとんど彫刻っていう、絵がほとんどねみたいな、あ、そういうダリ展だったんだみたいな、ものもあったりするので、なるほどなと。なので自分が行ったことのあるそのなんですかね、なんとか点っていうのはね、こう図録っていうのは必ず買って持って帰った方がいいんだなって思いましたね。やっぱ見返せますし、うん。し、僕すごい大事だと思うのは、正直ね、美術展とかね、最初はね、一回行っただけじゃね、何にも面白くないと思うんですよ。その、漫才とかも一緒なんですけど、すごいその、玄人が好む漫才って、でいろんな人のこう漫才を見てきて、本当に、あ、これは芸術的によく考えられてる、素晴らしいっていう感動することあるじゃないですか、あるんですよ。でそれはすごいいろんな漫才面白い、お笑いが好きでね、いろいろ見てるんで、あ、これはすごい考えられてるなって分かるんですけど、じゃ初めてね、小学生とか中学生ぐらいの人がこう漫才を見てもね、それは理解できないですよ。そんなものよりかはすごい分かりやすいね、人たちが、なんか、ゲッツとかね、それが面白いのかどうか置いといて、なんかすごく分かりやすい、あ、そんなの関係ねえ、みたいなね。あれはまあ、小島よしおさんは、あれは子供向けにね、子供が喜んでもらえるような、ものをしようってことで、こう、ちゃんとやられてるんでいいんですけど、ああいうの面白いけど、子供は別にじゃあ、ダウンタウンの漫才を見て面白いかって言ったら面白くないわけですよ。っていう、感じでこう何回もこう なんか芸術というものにこう触れていったりすると、ようやくこう良さがね後々になって分かるというか。なのでまあ美術館行ったらね、まあ2000円ぐらいですよ、こんなものは。
2,3 千円ぐらいで買えますから、僕はねぜひこう買ってどんどん残しておく方が、あの後々のね自分のためになるんじゃないかなと思いまして、こうおすすめさせていただいているという次第でございます。はい、でね、なんかねそのすごい感じるものがあるんですよ。じゃあなんでねワインが好きかっていうと、そのワインってまあ要は、ね、農作物なわけですよ。でお酒でございますよ。でなんでビールと何が違うねんとかね、あの日本酒と何が違うねんとかありますけど、まあ、日本酒はねどっちかというとこのワインに近いと思うんですが、やっぱ作り手っていうのがねいるんですよね。この作り手さんがこうね頑張って頑張って作ったワインがこう味に出てるというか、でやっぱねワインってすごい味一つ変わりますか、そのどれだけこう手間をねかけて工夫をしてね作ってるか見て、ワインのやっぱ味の良し悪しってすごい変わってきますから、そういう意味ではねなんかやっぱ芸術品というかね、あの一個人っていうか、なんかその人がこう頑張って作った作品みたいなもんなんですよね。それがこうねあの液体として飲めるっていうのは最高なわけでございます、うん、でやっぱ芸術品っていうのもね、その画家さんがいてね、まあ、画家も個人ですけど、でその切磋琢磨してその絵画というところでこう命をねかけてずっと作られてるわけでございますよ、生涯かけてね。やっぱそういうものを見るっていうのはねやっぱすごくいいなと思いますね、うん、だからね手の込んだものっていうのはやっぱいいわけですよ。すごいその一個人がこう手間暇ね、もう商業的な成功なんて一切こう無視しながらも手間暇かけて作り込む作品っていうのはね、やっぱ見ててね、あ素晴らしいなと。まあもちろん お金が必要ないとかそういうわけじゃないですけど、なんかこう、なんすかね、もうその、なんだろうな、その、自分がなんだろう、作りたいものというか、その、こうしたいみたいなね、その、自己実現のためだけにこう探求してる姿っていうのはやっぱり素晴らしいなと思いますし、なんでね私はこうハンターハンターが好きなんですよ。漫画のねハンターハンターはねどっちかっていうと僕はこっちの部類に入ると思います。はい、まあ、完全にねあれは芸術ですよ。ね芸術っていうぐらい休んでるしね、もうすごい制作時間何年かかっとんねんみたいなねあの感じがしますけれど、はい、なんでねその美術品とねやっぱワインっていうのはね通じるものがあるなというふうに思ったというお話でございました。はい、ではですね、点数つけていきましょう。いや、非常に美味しい。非常に美味しい。うん、ソーヴィニヨンブランでございました。私はね、これはね、8.6。はい、8.6 ポイントかなと思います。では、点数つけていきましょう。私は 8.6 でしたが、ディレクタブルは何点なのか。よいしょ、お、来ました。トフソーヴィニヨンブランは35レーティング差で 8.8 ポイントでございます。で、なんとですね2プロレーティング差ありまして 9.0 でございます。はい、いやうまいですよ。それぐらいの評価やっぱされてもいいと思いました、ね、うん、非常においしい。なんでプロもね、認めるって言ったらちょっとあれですけど、高得点なソーヴィニヨンブランでございますので、ぜひぜひ購入してみてはいかがでしょうかと。僕はいつもそのワイン店で買ってるので、どこで買えるかはわかんないですけど、多分ネットで買えるような気もするので、リンク概要欄に貼っときますので、ご覧いただければと思います。それでは、本日は以上となります。ワインの人でございました。さよなら。